皆さんどうもこんにちは、夢旅路です。今回の動画は、去年夢旅路が欲しかったけれども購入できなかった高額コクワガタの産卵セットの割り出しを、市川インセクトクラブ店長のブリード個体でやっていきたいと思います。いや悔しいですね。夢旅路、本来であれば去年購入していたはずなんですけども、予算の都合で購入できなかったコクワガタ、それを市川インセクトの店長がね飼育しておりまして、その産卵セットを割り出すと、まあ屈辱といえば屈辱ですけれども、どうやって産ませるのか、まあ参考にしていければなと夢旅路目論んでおります。自分でね高額種を買って産卵セットを組む、で失敗する可能性の方がやっぱり高いわけです。しかし、まあ店長がねブリードを一回して取れたのを見て、あ、こうやってやれば産ませられるんだなっていうのを掴んで、自分でまたチャレンジしていくというね形を取るのがベストなんじゃないかと、せっこい考えをしております。それではまず産んでいるのか、そして何の高額種なのかっていうのをこの後動画で見ていただきたいと思います。それでは早速割り出しやっていきましょう。はい、ということで今回はこちら高額種の割り出ししていきたいと思います。まあ、夢旅路ね、どうしてもこのめちゃくちゃ高いやつ買えなかったんですけど、店長がねこの高額種ウーコクワですね、こちらの産卵セット組んで今これ割り出せるよっていう状態のところまで来てます。でこれメス抜いて店長どれくらい経つんですか？2日。2日ってことはまだ卵の可能性もありますが。全部卵だよ。え、そうなんですか。ちょっとね産んでるかどうかやっていきたいと思います。これね見た感じかじり跡は無数にあるので失敗はしてないんじゃないかなと思うんですけど、本来ね俺もね、卵で割り出す派なのよ。はいはいはい。ただね今回は、やりたい気持ちはあったの。はいはいはい。ただね、老眼っていう弊害があって卵があっかりに落ちちゃって無理だったやばいっすね。だから、本当あやばい、ちょっとしたちっちゃい穴とかに。本当だ本当だ、いる。本当だから清田見にやばい。ウーコクは産んでるじゃないですか店長。やば。まあでももう幼虫も取れてるからね。あ、そうなんですね。そうそうそう。そっかそっか。そう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 。なんかめちゃくちゃ俺ってやってやりましたよ感で言ってますけど、これって取れにくい種なんですかね、ウーコクはって。どうなんですか。どうなんだろうね、わかんない。初めてやったから。で初めてやって成功したと。でも失敗しなかったってだけ。あーすげー。でも割とツボニアマルと言ってもコクワだからな。あ、まあそうですね。はい、こちらウーコクワの卵しっかり取れてます。果たしてねこれがあと何個取れるかっていうのがちょっと楽しみですね店長。わ、すげえ店長これめっちゃ産んでますよ。え、こんなに取れるもんなんすね、意外だわ。値段落ち着いてきちゃったけど、だったら最後財あげるから。え、これ財もらってどうするんですか。だから残りが楽しんで。いや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 、俺今これ全部さ卵回収してさ残りがもらってもさ、1個も卵入ってないじゃないですか。わかんない、取りこぼしたんじゃないですか。わざと取りこぼしていいってことですね。そしたら言うと思った。絶対もう、あ、店長もう入ってないですねって言いますよ俺。そしたらいやでもこうやって高額種の割り出しをね任せてもらえるだけ嬉しいですよ店長。普通これだけ高い虫とかだと人にやらせるってことないっすもんね。まずでもね、人に任せられない社長はダメな社長なんですよ。じゃあ、ね、会社で1億の取引を全部社長行きますかって話でも。ああ、行かないっすね。こういうね、自分の手となり足となりでね、はいはい、る奴隷みたいな人間作るのがやっぱマジ口悪い俺奴隷じゃないですか。そしたら今だ
やめてもらっていいですか。使われるか使われるか、使うか使われるかしかない。まあまあそうっすね。使われるの大嫌いな人。まあまあ指と一緒間違いない。使われるのやだ。でもこれはね、今ウィンウィンな関係だと思いますよ。これ掘り出したいのは私ですので、うん、で店長はこれを やってほしいと、うん、めんどくさいから。めんどくさいからじゃなくて見えないんで。あ、見えないからね。そう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 。でもこれは衝撃の悪いことやな。俺がなんかめんどくさくてやらないみたいなことやめてもらえる。でもこれはちょっとね、今はウィンウィンな関係。俺もうブリード大好き、ブリード大好きだから。嘘だ嘘だ嘘。本当は割り出したい。ただね、最近ほんと手元見えない。それも洗う。光学種の割り出しだけあって、やっぱ慎重にやらないと。うわ、これ卵の状態もめちゃくちゃいい。これだと結構ね、慎重に入れましたから。あ、やっぱその外国産のその光学コクワって寝かせるの大事だったりするんですね。産地によるんじゃない。やっぱ中国系、チベット系っていうのはやっぱり寝かせた方がいいですよね。あの、多分ね、いろんな種類、ほら、これはこれぐらい休眠とかもいろいろあるじゃん。はい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 。なんかイメージ的に、うん、冬のある国は、はい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 、ほぼ1年計画になるかな。あ、生まれてから産卵セットを組むまでは1年計画だよと。だからほら、だってさ、うん、日本って四季があるじゃん。春夏秋冬ですね。ってことはほら、夏に生まれると、うん、休眠してさ、はいはい、3、4ヶ月ぐらい餌食わないじゃん。うん、食べないですね。秋になっちゃう。はいはいはい。だからそのまま翌年の今ぐらいに活動するわけで、あのノコギリとかミヤですね。うん、それと一緒で、別に四季がなくても3季節でもさ、例えば秋冬しかない季節感の国とかさ、夏春冬しかない季節感だと半年ぐらい寝るイメージ。あー、夏の周期ってそういうってこと。はい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 。あとはほら春と夏しかないようなところ、まあイメージ的に言うと亜熱帯だよね。はいはいはい、関係しかない。例えばフィリピンみたいなああいう赤道に近いところ、はい、標高もそんな高くないところっていうのは、3ヶ月したらすぐ活動するの。しますね。活動できるから、ね、はい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 、確かに、うん、体内時計が多分そうだった。だから1年に2回日本の夏みたいな季節があるのかなって虫にとって。あ、その亜熱帯の方はってことですか。そうそうそう、はい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 。だって3、4、ほら雨季と寒季しかないところ。うん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 。そういうイメージ。へぇー。だから休眠期間が長い、うん、長さっていうのは産地によるのかな。コクワだからとか。ああ、そういうだから種類ごとじゃなくて、そう、ね、産地だね。ああ、産地でね。ああ確かに。やっぱ産地を知るのはすごい大事。縁とかに産んでたりするから怖いな。これは大体そのかじってる横を、うん、キリでキリでもうやっちゃうんでしょ、こうやって。そうじゃなくて横をこうめくっていく。ああ、こうやってね、うん、あ、穴の横から攻める。はいはいはい。じゃあちょっと俺はそれ嫌だから50個ぐらいだよ。うん、あ、これ幼虫に、あ、ちょ、卵だ、卵、うん、だって産卵セット自体10日しか取れない。あ、10日でこんなもん取れるんすね。だからもう元々取れてて、はいはいはい、休ませてて、うん、餌少しようやく食うようなことは組みないし。はい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 。あ、で10日に1回ずつ交換して。でその前は1ヶ月ぐらいやってて、うん、8個ぐらい産んだんだけど、はいはいはい、なかなかスイッチが入んなかった。うんうんうん。ようやくなんかスイッチが入った。へー。でももう産んでないかもしれないね。これ FE3 につけて変わらずに産めてただけだから。へー。4ヶ月も寝かせたんですか、ザイ。でもすげえいい材になってる。まあここら辺はもう多分ないから、このまま戻しますね。うん、このまま入れとくね、全部。
はい、ということで割り出しの方が終わりました。ほぼ無言でやってたよね。もうほぼ撮ってるの忘れてたでしょ。うん黙々と割り出ししてましたね。自宅にいるかのように撮ってました。ということで、まあこれはねもう表面全部撮って、まあここには産んでないと思うんですけど、一応まあこの中産卵セットの中に全部戻して見落としがないようにね、幼虫なるのを待つと。よし入れて、これマットを上にかぶせないんですか。もうこのままでいいですか。はい、ということで今回取れたのがこちら 1,2,3,4,5,6 個の卵が取れました。これ店長過去に何個取れてるんですか。ウーコクは8取れて休ませてて、はい、これ組んで、うん、10日1週間から10日ぐらいで、うん、最初全然産めなかったんです。はいはいはい。で材を変えて、うん、潜ったから実際多分1週間組んでないと思う。はいはいはい。ようやく接着。ではまあとりあえず合計で今のところまあ出してるのは6頭いるから、うん、14ぐらいで、今もう一発別のセット組んでるんで、はいはいはい、まあ何やかんやでじゃあウーコクは普通に取れてるよって感じなんですね。まあ、そのハマればなんか3、40ぐらい取れるらしいよ。ああ、じゃあ普通のココアと同じ感じか。ああ、長い時間かけて、うん、はいはいはい。まあ単発でバッとオオクワみたいに産むわけじゃなくて、うん、ゆっくりタラタラ産みだよ、うん、っていうことでウーコクは、まあね、卵取れましたので高額して成功、おめでとうございます。来年のくじの景品ができたね。はい、できました。これウーコクはいいな、本当に。これ戻しとこう。ということでエンディング迎えていきましょう。はい、ということでエンディングになります。皆さん何かヒントをつかめましたでしょうか。夢旅路はまあこれをね見ていればなんとなく来年産ませれるんじゃないかなと思っております。というのもやっぱり休眠期間、コクワガタしっかり寝かせて、で万全の体制で産ませると。まだその休眠期間中に亡くなってしまった場合はもうしょうがないんですけれども、しっかり寝かせてしっかり食べさせてから産ませると、絶対に焦らないっていう部分。そして産卵剤、これやっぱり FE3 プラスにつけて、でその後まあ河原剤に転調されてますが、我々はその河原剤にすることなかなか難しいので、 FE3 プラスに、まあ、剤をつけ込んだ後、まあバクテリア剤であれば皆さんご自宅でね誰でも作ることができると思うので、バクテリア剤を使ってイメタルジャーやっていこうかなと思います。もしくは瓦剤を購入して、その瓦剤を一回めくって、そこに FE3 プラスで加水をもう一度加えると、でその後その剤を引き上げて乾燥させる、それから産卵セットを組んでも成功するんじゃないかなとイメタルジャーは思っております。まあ今回ね店長の産卵セット組み方を見ていて、まあ、夢旅路も来年は余裕で成功するでしょうということで、まあ、夢旅路ね、高額コクは何か持ってないのっていうことなんですけども、今ちょっと映像に出しているメリディオナリスコクは、このメリディオナリスコクはは夢旅路が一度類代を重ねましたので、これから産卵セットを組んで産ませると、でどういうふうにやるのかっていうのも皆さんにご紹介できればなと思います。今やっぱり人気なのはそのちょっと高額でもまあ買えるかなっていう範囲内のコクワガタ、まあ結構需要があると思いましたので、夢旅路の産卵セットの組み方近日動画に出しますので参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。